どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回はプリンセスコネクト見ていきたいと思います。前回1話目ということだったんですけれども、1期の時と変わらず美食伝のメンバーに笑わせていただきまして、2期もね楽しく見れるなというような印象でしたね。1話目はね1話完結というような内容だったので、今回2話目がどういった展開となるのか皆さんと一緒に楽しく見ていければなというふうに思います。それでは早速スタートしていきたいと思いますので、カウントダウンの後スタートでーす。はい、始まりました。お、カリンさんギルドだね。ボロボロ、何取ってきたのこれ。めちゃめちゃボロボロになってるけど、あ、これオープニングだけど、あ、全く一緒でいく、なんか若干違うかなって今一瞬思ったんだけど、全く一緒かなこれ。全く一緒っぽいね。へー、珍しい。シーズン1とシーズン2で同じ曲使ってくるんだ。あの前回はね、あの最後の方でこれ流れてめちゃくちゃもう映像にマッチしてテンション上がった感じだったけど、あの時だけ使うのかなと思ったら普通にオープニングとして使うんですね。いや、もう全然やっぱこの曲はね、プリコネのために作られたっていうようなもう曲そのものだと思うからね、いいと思いますよ。でもこの映像はやっぱさすがに違うよね。ちょっと一期の時の映像がどんなんだったかって言われるとなかなか覚えてないところではあるんだけれど、 いいね。なんかもうキャルちゃんもさ、一期の時ちょっと前話通してかな、なかなかねあの美食伝に溶け込めないような感じもあったけど、前回の1話を見るとねもう完全に溶け込んじゃった感じでいいね。キャルちゃんとペコのねカップリングがすごく好きなんです。こっころなんかいつだかもこれやってたような気がする。なんなのこれ、ミラクル。依頼主、誰に依頼されたんだろう。あ、キャルちゃんの話してたらやっぱこっちともつながってんだね。え、この人、あのお方って言ってる人でしょ。あの戦い、知ってんの陛下。まだ足りない。キャルちゃん、あー、この尻尾モフモフしたいよね。いや、許してもらったけど、血縁、キャルちゃんと血縁なの。確かに耳は似てたけど、え、どういう血縁、娘ではなさそうな気はするけど、あの陛下ってさ、あのペコリーヌの代わりになった人だよね。ペコの座を奪った人じゃないの。まあ誰か見てる。
お、イカッチの声がしたぞ。いや前回イカッチ出てなかった。何それ、どうなって、あ、出た。出稼ぎに行ってたの。まあまあ、やすこさん。どうなってんの。それこそさっきねの話だよね。ペコのこの笑顔にも意味があるっていうことが一話のね、あ、一期のね最後で知れたから、なんか見方も変わっちゃうよね。そうよ、これね、この時のコッコロのハグも良かったよ。そっかそっか、まだ言ってないのね。うん、心黙っててくれたんだね。いや、待つよ。待つって。こっころは。うっぷ。何をされたんだ、一体。ちょっと待って。勇気何してんの。いや、めちゃくちゃ、ね、似合ってるけど。次のライブ。あら、またなんかどんどん。あれ？新しいキャラクターがたくさん。カルミナ、アイドルギルド、カルミナ、また新しいギルド。キャルちゃん元気ないね。おー、これはいいぞ。うん、こっころいいよ。あ、ペコは似合ってる。もうめちゃくちゃ似合ってるよ。キャルちゃん、キャルちゃんも見たいね。キャルちゃん。つむぎっていうのか、あのピンクの子は。おお、想像と違う。めっちゃピンク。なんか結城とセットじゃない？キャルちゃん。てっきり黒い系でいくのかと思ったらピンクできたね。あー、もう終わった。
はいいギルドじゃないか、目的になってあってね。ライブやるんだ。誰か見てる。チャップチャップって、さっきの人来るんじゃないの？うわ。カルミナ親衛隊。あ、カルミナ親衛隊ってことはカルミナの守ってくれる人。ほう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 。ああそこ見てたんね。弱そう弱そう。お、コルミーターリン。アカペラで歌えんだね。やっぱこの歌にも不思議な力があるんだろうね。お前なんだこやつらは。キュッ、何回もめっちゃ仲良くなってる。マブダチ。いや、いいね。カルミナとつながるといいかもね。今後なんか美食伝にもいいことがありそう。やっぱアイドルとつながってるとね。キャルちゃんはやっぱりちょっと浮かない表情だね。それをまた再認識しちゃうわけ？自分で。あ、襲われたの？さっきの人。あー、クリスティーナ。この人めっちゃ強いよね。副団長だったんだ。シーズン1から続いてるね、ちゃんとね。ペコのコートだよね。え、二人に？どういうこと？キャルちゃん、明日ライブあるんだ。キャルちゃんだってなんか
迷いがあるんだろうね。そのまま陛下の言うこと聞いてていいのかい？まあね、仲良くなったっつってもスパイだもんね。陛下とも縁が切れない何か深い理由っていうか出来事があるんだろうね、過去に。どうした？ステージに来て。あ、キャルちゃん。望みどっちか。あー、だから服屋さんやってんだ。紬は。3人アイドルだけどそれぞれ個性が違うんだね。歌うまかったりダンスうまかったり人を輝かせたかったりね。うわーすげえ、めっちゃ集まってる。でもペンライトあるよ。ペンライト、ペンライト。あ、電池ない。電池ない。カルミナ。いやー、いやー、いいね。まさかプリコネでこんなライブパートがあるなんて。しかもめちゃくちゃクオリティが高い。これこういうライブパートって実際のアプリゲームにもあるのかな。いや、いいね。しかも全部手書きで CG とかじゃなくてね。最近ライブとかだと CG 使うの多いけど。あー、ちょっとやめて。ライブ、クリスティーナもね、今楽しんでたよね。ここ二人で何する気なのよ。何それ。いやー、めっちゃいいライブなのに。え、これどういう状況なの。あ、キャルちゃんがやっつけてんの。この黒いのってキャルちゃんたちの敵なの。おい、クリスティーナかっこいいよね、敵ながら。陛下からの支配を外れてんだ。そういうことか。このシャドウ退治ね、二人に命じられたのって。
てっきりあのライブ邪魔しに来るのかと思ったわ。あ、てかさ、めちゃくちゃシャドウが寄ってきてたけどさ、寄ってくるって言ってたよね。結果的にさ、キャルちゃんとさ、クリスティーナが倒してくれることによってこのライブめっちゃ成功してんじゃないの。いなかったらね、シャドウ寄ってきて、カルミナのね、3人も戦うアイドルにならなきゃいけないもんね。いや、よかった。ライブめっちゃキャルちゃん、何今のは紬に言ったのかな。あ、人を輝かせるって言ってたけども、紬も輝いてるよっていう意味だよね、今のね。いやー、もうキャルちゃん元気になっていいんじゃないの。終わったじゃないか、その役目は。3人待ってるよ。あ、探しに来た。寝ちゃったんだね。これ聞いてどう思うんだろうね、キャルちゃんは。なんか3人の笑顔が優しかったね。終わりか。いやー、なんかキャルちゃんがこうやってまあ悩んでるっていうのはまあね、見てる側は知ってるけど、まあ当然だけれども、ユウキとペコリーナとコッコラ知らないわけで。でもなんか今の3人の優しい笑顔を見たら、なんかキャルちゃん抱えてるけど、頑張っていて、深掘りしない方が良くて、優しく迎えてあげた方がいいんだなっていうような、なんかそんな表情に見えたな。でそれでね、あの最後いつも声をかけてくれるのってペコリーヌなんだよね。キャルちゃんに声をかけてくれるの。でまあ一期の時も何回かあったけれど、ペコがねピンチの時は必ず助けてくれるのはキャルちゃんだったし、なんかやっぱりセカンドシーズンでもそのペコリーヌの過去、あとキャルちゃんのその陛下にね勤めて、あののプリンセスナイトって言ってたけど、そこの部分もやっぱちょっと深掘りされていったりするのかな。なんかいいね。コッコルだけカメラ目線なのいいね。はい、ということで終わりましたね。いや、今回は1話目とはまた違ったニュアンスの面白さがありましたね。まずアイドルギルドのカルミナのライブができたっていうのは本当に良かった。もう楽しかったね。やっぱライブがあるアニメっていうのはね、楽しいから。カルミナがねライブをやると必ず魔物が寄ってきてしまうってことも言っていて、まあ、今回もねシャドウが寄ってきていたけれども、それをキャルちゃんとクリスティーナがやっつけましたけど、陛下が命を下したってことだけれども、その結果アイドルのライブが成功したっていうのは、あれは偶然なのかな。まあ陛下がライブを成功させるために寄ってくるシャドウをやっつけなさいっては言わないとは思うから、
まあ結果的に成功する流れになったっていう、そういう感じですかね。あと今回はペコとキャルちゃんの悩みというか抱えているものが少し語られるようなエピソードもありましたね。一期の時からペコとキャルちゃんっていうのは対照的な存在というか、まあ性格もそうだったり立場的なところもそうなんだけれども、対照的だからこそお互いに助け合う存在なのかなって思いますね。はい、ということで今回も同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとかこの動画に対する感想などありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。では次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。